はい、竹内ですこんにちは、こんばんはということで、えーっと、ユニコーンステークスの追い切りを3つの角度から簡単に評価ということで、いつもね、えー、大半の馬をやるんですけど、ちょっと今回時間の都合で気になっている馬だけピックアップしたショートバージョンでお届けしようと思っております。はい、追い切り内容とコースの相性、調教師の相性、相性馬自身の相性、えー、そういうところからね、えー、紹介していくっていうコーナー、動画になってるんですけど、 その前にちょっとね、プリンスオブウェルズ・ステークスの話を1、2分ほどしたいなと思います。えっ、ー、と、えっ、ー、と、この動画の1本前かな ?2 本前かに、えー、予想の方をアップしたんですけど、まあ結果的に僕はあの、はい、えっ、ー、と、ベイブリッジと、えー、グランドグローリーのワイドだけという的中になってしまいました。はい、うーん、最後ね、ベイブリッジが指してくれたらね、3連単まであったんですけど、ちょっと残念でした。はい、で、えっ、ー、と、 の話の注目がね、ロードノースにやっぱりなっちゃっている感じで、まああのレース見ていた方、えー、馬券買っていた方は特にですね、おいおいと思ったと思いますけど、あの目隠しをしたままね、えー、ゲートが開いてしまいまして、で、えっ、ー、と当然馬としてはね、何も見えないからキョトーンとしていると。でも、そこから慌ててね、えー、目隠しを剥ぎ取って投げ捨てて走り始めるっていうところで、まああの <laughs>、ちょっとね、馬券買ってた人からしたらそこは、 なんだろうな、落馬とかね、故障とかは諦めつきますけどね、あれはちょっと諦めつかないよなっていうふうに思いましたね、見てて。はい。で、まあもちろん j r a とかはね、あの、まあ当然返金する必要はないと思うんですけど、そこまで含めてのまあ自己責任かなとは思うんですけど、海外なんかはね、あの、現地のブックメーカーとかは返金してるそうで、 やっぱその辺の対応の違いっていうのも、ね、あの面白いなと思うんですけど、まあ、なかなかこんなことも見る機会がないので、まあ、ある意味、いいものを見させていただいたかなっていうのと、まあ、ロード・ノースが、ね、あんなとんでもないハプニングがなければ、おそらくあの僕はワイドすら取れてなかったんじゃないかなっていうふうに思っています、はい、おそらく馬券全部外れてたと思うので、うん、ラッキーだったと言うべきなのか、でもちょっとやっぱり、こういうので当たっても、もやっとはしますね。 で、えー、10秒だけ告知です。えー、クッション帳を読む、えー、6月27日に発売されます。私の5冊目のね、本となりますので、ぜひね、ご予約してもらえたら嬉しいです。で、えー、ユニコンステークス。まずリメイクですね。はい。えー、リトの派の53.6秒、ラップは15.3、14.1、12.3、11.9という形になっております。えー、っと、 ここ3戦、えー、ニハロン12秒台揃いか姉妹11秒台の加速ラップを出していて3戦、まあ、あの三連勝なので、えー、内容的にはもう万全の状態かなっていうところで、えー、評価いたしました。で、9社。 と、調教ですけど、姉妹11秒台加速も、えーまあ、原則でニハロン11秒台。でも、えー、高成績の厩舎ですね。11秒台出してる時には買っといた方がいい厩舎です、えー。姉妹11秒台の時馬券率が50%ありますので、かなりね、えー、気合い入ってるなっていう感じです。で、えー、立東の加速ラップの馬券率が高いコース、東京ダート1600メートルになります。で、えっと、 勝率じゃなくてね馬券率の高さっていうところがあの目立つっていうところが特徴かなというところになってきますで、まあ、リメイクは本当に競馬の内容を見ててもまだまだ未完成だったり、えー、荒っぽいところもあったりしますしね、えー、雑なところもあったりしますがそれでもやっぱり勝ち続けているっていうのは本当に強い馬だなっていう素質がすごい馬だなっていうふうにも思いますただもちろんその荒削りだった馬が 荒削りじゃなくなって、おとなしくなって、全然走らなくなるパターンも、競馬って結構ありますけどね。はい。ただでも、うん。この馬はなんかまだまだ奥が深そうだなと思いますし、ここを見据えたと思いますけどね。前走少し控え気味に走って、えー、まあ、マイルになりますからね。準備はま万全かなっていうところですかね。はい。えー、ダート界の歴史をリメイクしていくぞと、本人が言ってるとはわかりま、あの限りませんけどね。私はこんな声が聞こえてきました。 次に耐性ディバインです。えっ、ー、と、これも反応が53.6秒。まあ、同じ時計ですね。14.3、14.2、13.2、11.9とね、最後グッと加速しています、えー。加速ラップが多い馬です。はい。で、11秒台は過去に一度、ファルコンステークスで穴を開けた時に該当していたというところがあります。えー、急車的には期待値は低いんですけど、加速ラップと、それ以外で比較すると、 本当にもう買い時がね、加速ラップの時の成績がいいです。えー、11秒台でこれも馬券率50%を誇るという感じになっております。で、コース的には先ほどと同じですね。ハンドの加速ラップの馬券率が高い。えー、勝率じゃなくて馬券率の高さが高いというところです。えー、で、初ダートになりますね。出てくるならね。はい。うん、でもまあ芝スタートでスピードに乗れたら面白いかもしれないぜと、えー。ちょっと使われすぎだけどキャリアの多さという意味で考えたらそれは武器だぜと。まあこれも本人が言ってるかわかりませんが、 そうですね、でも、えー、やっぱ速力がある馬ですしね、経験もいっぱい積んできているので、ダート全然 OK だったらちょっと面白いですよね、しかもこの調教の動きっていうところもありますし、ファルコンステークスで人気を捨て2着、穴を開けた時にも姉妹11秒台だったってことを考えると、ちょっと面白いなっていうふうには思いますね。 次に、ハセドン。はい。ハセドンっていうね、あの、だ名の知り合いがいましたけど、えー。ウッドが、ウッドですね。ウッドでゴハロンが68.7で15.1、14.1、11.8、11.7と、まあ、姉妹が11秒で揃ってます。ここ2戦。ウッドで姉妹が11.5秒、11.7秒で連勝しています。で、合わせは遅れましたけど、この馬別に合わせ先着してくるタイプでは、 そもそもないので、全然心配いらないかなというふうには思います。で、え、安田急車え、姉妹11秒台での成績が良い傾向にあります。まあ、これ、両物紹介しますけど。で、その場合は、まあ、合わせ遅れててもね、成績の低下ってほぼ見られないです。うん、あまりその合わせ馬の結果が、 リットのウッドの姉妹、12秒台前半以下からの期待値が高いコースなので、えー、東京ダートの 1600m です、はいで。勝率なども含めて高めなので、えーっと、反路の速い加速ラップの馬よりもコースとの結果の相性で言ったらウッドの姉妹11秒台出してるあ、12秒台前半から、ね、姉妹ちゃんと。 足使ってるような馬が、え狙い目の条件になってくるという感じです。まあ、長谷戸も、ダートで無敗の3連勝ですね。最初芝でしたけど。で、前走セリューステークスを勝利している。で、差し追い込みまくり何でもござれと。まあ、手広いですね。手広く商売やってるタイプだなっていう感じなんですけど。 うんそうですね。だから、えー、結局いろんなパターンで競馬ができて、すべてで結果を出しているっていうところは強みになると思いますし、本当に勝ち負けの候補なんじゃないのかなっていうふうには思います。えー、赤譜。はい。えー、これウッドで、まあ、4波論から53.5秒、15.0、14.1、12.5、11.9という時計になってました。で、デビューから4戦。はい。えー、ウッドで12秒台、まあ、半ばぐらいで出走してきてますね。で、今回は、えー、まあ広報追走から、うん。 11秒台、11.9ということで、レースでのキレが増してきたら面白いなというふうには思います。あとはもう地方とか海外でね競馬してたりするので、中央の結果のみで、えー、見てますが、9、え、社、ー、としてはもう特別う成績が良いパターンではないにしても、まあ竹9社の本当に標準的なラインの内容かなとは思います。でコース的にはもうこれが ね、姉妹11秒台が一番いいといととうことになりますで本当に赤風はね、えー、地方海外経験積んできた世界の赤風と言ってもいいんじゃないでしょうか、うんまあ、赤い風のね、えー、赤い風赤風を東京競馬場に吹かせますというところでね、えー、頑張ってほしいまで僕はこういうなんかうん なんでしょうね。やっぱりいろんなこういう経験をしている馬っていうのは応援もしたくなりますし、はい。全然あの、チャンスはあるんじゃないのかなっていうふうには思います。一周前とかの、うん、よりはだいぶ良くなってきたかなっていうところもありますからね。これでまあ本番、まだちょっと当日ね、天気とかもどうなってくるかっていうところもありますけど、うん、上位まで来てもおかしくないんじゃないのかなとは思います。 で、え、ビヨンドザ・ファーザー。はい。えー、っと、ウッドでゴハロンが64.8、ラップが14.1、13.1、11.5、11.7っていう時計ですね。えー、いつもしまいが早いので、結果とのリンクはないんですけど、タイム的に十分な内容かなと思います。合わせ遅れ気味なのはね、まあ、いつものこと、そんなにあの合わせてグッと、あのー、 マイクタイプでもないというところもあります。で、9社からすると、ハロンで65秒台以下だとね、えー、グッドバケン率が伸びてくるところがあるので、まあ、構想が期待できるパターンには入っているかなと思います。で、コースとウッドのタイムの内容としては、まあ、やっぱりこれも二重丸というところですね。はい。で、えー、っと、まあ人気単位ですかね、穴候補かなと思ってますけど、出てこればね、父の日ですからね、しかもね、ビヨンド・ザ・ファザーですからね、これはね、それだけで買う人もいるかなと思うんですけど、 はい。でも、もあの、後方から行く馬だと思いますけど、はい、ハマった時はね、えー、ビヨーンとね、ビヨーンとザっと行きますよ。伸びますよ。はい。なんか、あれだな、マーメイドステークスの時からなんか、あの、親父ギャグみたいなのをちょこちょこはめ込んでっちゃってますけど、まあ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 、なんかね、えー、肩の力を抜いてやっていこうというテーマなので、えー、こんな感じでお届けしましたけど、まあ、この、えー、5頭ですね、気になるのが。 んで、その中でも、えー、っと、気になってくるのが、あまあ、ハセドンリメイクの2とうん、ウッドで組で一番買いたい、ハンロ組で一番買いたい、かな。で、体制デュバイン赤フ、ビヨンドザ・ファザーを紐、うん、2着、3着っていうところで買おうかな。で、まあ、予想動画に関しては、えー、っと、ユニコーンステークスはアップしないので、はい、あの、マ、ま、ー、あ、メイドステークスはね、YouTube でアップしますけど、こっちしないので、もうほぼこれで、 買いたいかなっていうふうには、調教の段階では思ってます。あと、ま、自分のね、コンテンツの指数とかも見て、一、えー、1等足したり、今、まあ、1等引くことはないかな。1等足したり、まあ、2等足したりすることはあるかもしれませんけど、基本的には、ハセドンリメイク、ここが本戦ですかね。うん。うん、ここから大切にマイン石風、ビヨンドザ・ファザーが馬券絡んでくれたら嬉しいなっていう買い方。 まぁ、あ、生まれんにしても、生またんにしても、三連単、三連複にしても、三連複はまぁ、二等軸で行きたいかなっていうところは、ちょっと思ってますけど、はい。こんな感じでね、えー、行ってみたいと思います。はい、えー。そんな感じでお届けしてまいりました。ぜひね、チャンネル登録お願いします。えっ、ー、と、マーメドステークスのこの追い切りの動画は、はい。これもアップしてますし、週末はマーメドステークスをイレブンベットで行ってみたいなと、まあイレブンベットで絞って買うようなレースじゃないかもしれませんけど、逆にね、そういうところでもうパーフェクト的中したらもう、 ガツンと、うん、来ますので、それで行ってみたいなっていうふうには思っていたりします。はい。あとはですね、まあ、このクッション帳を読むの、えー、予約してもらえたら嬉しいなっていうところもあったりするんですけども、来週宝塚記念もね、ありますし、もう上半期が終わってしまうなっていうところですが、まあ、宝塚記念特集もいっぱいやっていこうと思っていますし、はい。えー、これからもね、えー、バシバシ動画アップしていきたいと思っておりますので、ぜひね、また見に来てください。竹内でした。さよなら。